アメコガネは、甲虫目コガネムシ科に分類されるカブトムシの一種。植物食の小型のコガネムシである。日本在来種。移入した北アメリカでは、ジャパニーズビートルと呼ばれている。農業上の重要害虫の一つ。成虫は、体長8から15ミリメートルほどで、小型のコガネムシである。上から見た体型は卵型で、やや左右に平たい。体表は、 強い金属光沢があり、頭、前胸、小立て板と前肢接合部が緑色、前紙が褐色、複側が黒緑色をしている。複節の円には白い短毛が密接し、体のヘリに白い横縞模様があるように見える。他には前胸、小立て板と羽の境界が V 字型に切れ込むこと、前紙には縦の筋があること、ビ部は 全種からはみ出ることなども特徴である。日本全土に分布。成虫は夏から秋にかけて発生し、豆科植物、ぶどう類、柳類など様々な植物の花や葉を食べる。大豆やぶどうといった農作物の葉も食い荒らすことから害虫として対処される。コガネムシには夜行性のものが多いが、豆ガネは昼間によく見られ、一枚の葉に 複数の個体が固まって葉を食べていることが多い。人が近づいたり植物が揺れたりすると、後ろ足を斜めに上げる動作をとる。動きは鈍く、割と簡単に捉えることができるが、体がすべすべしていて指からすり抜けることもある。幼虫は、他の子がネムシ類同様に、地中生活をし、植物の根を食べる。農作物や芝などの根を食べて枯らすこともあり、 成虫同様に害虫として対処される。卵から成虫までの生活死は通常1年かかるが、寒冷地では2年かかることもある。豆小金は日本在来種だったが、1916年にアメリカ合衆国のニュージャージー州リバートンで発見された。これらはアメリカで、甲虫類の検疫が始まった1912年以前に、日本から輸出されたあやめの球根に幼虫が、 紛れ込んで移入したものと考えられている。天敵の少ない北、アメリカで一気に分布を広げ、重大な農業害虫となってしまった、この虫のアメリカにおける繁殖は、非化動物の大発生の典型と言える。チャールズ・エルトーンは、著書、侵略の生態学で、この虫の様子について、記録をまとめている。それによると、その発見の年の分布域は 4R であったが、 以降の6年間で8、18、123、263、691、1880と広がってゆき、1941年には、すでに5万平方キロメートルに達した。1919年には、例えば桃が56本植えられている、果樹園で2時間に採集した量が945リットル、しかも翌日にはほとんど減っていないように見えるほどの、 個体数であったという。この頃にこの昆虫の餌となった植物は250種以上、そこに重要な農作物が1ダー段水上を含まれていた。その後、フェロモンによる誘引トラップや農薬のほか、生物農薬の導入などによる駆除が行われている。なお、本種に次いで日本から侵入した小金虫類に、セマダラ小金と赤ビロード小金があり、 前者はオリエンタルビートル、後者はアジアティックガーデンビートルと呼ばれ、まとめて危険視されている。欧州への移入は、1970年にポルトガルアゾレス諸島での確認が初事例。2014年にはイタリアロンバルデア州で、2017年にはスイスティチーの州で確認されている。幼虫の天敵はカラス、モグラ、ムカデ、アリ、ゴミムシ類など、 成虫の天敵は、鳥類や虫引きアブなどである。また、豆小金の幼虫に捕食寄生する昆虫として、土鉢科のハルコ土鉢チチティフやバーナラスロワー,ー、1924、豆小金土鉢ティー、ポピージェペラロワー,ー、1924、ヤドリバエ科の豆小金ヤドリバエースタキタアルドリッチが、知られている。人間には死人できない天敵もいる。 乳化病菌バシラスパピリーは土壌中に存在する細菌で豆小金など小金虫類の幼虫に寄生し数週間で殺してしまう。寄生された幼虫が白っぽくなることから乳化病やミルク病などと呼ばれる。他にも寄生性の線虫として感染虫目のスタインルナマティデイカとヘタアラブディッシュレイカが発見されており、これらは豆小金を駆除するための生物農薬としてきた。 アメリカでも注目されている。マメコガネ族は、マメコガネ以外にも多くの種類がいる。日本の九州以北では、マメコガネ1種類しか分布しないが、南西諸島には3種類が知られる。ありがとうございます。